皆さんこんにちは、川尾ゆき子です。今回私はですね、お仕事で群馬県の草津に来ているのですが、ナウリゾートというホテルで今回なんと新しくリニューアルされたばかりのお部屋を特別に泊まらせていただくことになりました。パチ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 。ということで早速入っていきましょう。なんだここちょっとイントネーションがひえー、皆さん分かりますか。なんとこちらのお部屋露天風呂がついてるんです。わーい、すごーい。貸し切り露天風呂というか、もう自分の部屋についてる。すごい。草津の湯もみの板もありますよ。いやー、これ大好き。めっちゃ綺麗。後ほど入っていきたいと思います。ちょっと待って、楽しむところがいっぱいありすぎて使い切れない、満喫しきれないな、これ。嬉しい。もう別世界ですね。ここにシャンパンがあるんですけど、ナウリゾートさんの、今日はホームページとかですね、そこの撮影のために、モデルとしてやってきました、その撮影の中で、ここの部屋も使ったんですけど、それでね、このシャンパンがもうすでに開いてるんですが、なんとご覧ください。冷蔵庫の中には草津温泉サイダーとスパークリングワインが冷えております。スパークリングワインはということで、なんとですね、ついてるんです。飲んでいいですよというね、すごいですね。草津温泉サイダーとこちらのスパークリングワイン飲めちゃいます。これは何でしょう。ミルクチョコレート。これはいいの、これも食べていいのかな。ネスプレッソのコーヒーマシーンまであります。テレビの下が薪仕様。これはトータルケア6点セット、メイク落とし、洗顔料、化粧水、乳液。タラーン、シャワールームです。あ、見て、これは取っ手でした。タオルかけるとこかな。おお、ドライヤーと、コテまである。優しい。なんか別荘に来たみたいな感じがしますね。癒される。使い切れるというか、有効活用で
できる気がしない。お風呂入ろう。ああ、ちょうどいい。確か40度に設定をしているとのことでした。あったかーい。ちなみにこちらは足湯エリアです。こっちはお風呂。お湯が追加できます。草津温泉サイダー。乾杯。いただきます。美味しい。最高だなこれ。柄も色も可愛いですね。ナウリゾートホテルのリスさん、ナウリスのマークがついています。可愛い。今回ナウリゾートホテルさんのリニューアルということでね、今回モデルで起用していただきました。ありがとうございます。そんな流れで今回特別に新しくリニューアルされましたこちらのお部屋を泊まらせていただくことになったわけですが、いやーもう最高。デザインも素敵。石と木、なんか自然の素材を使いつつ現代風なおしゃれな作り、ライトの感じとか、この部屋で一日過ごしたい。皆様いかがでしたでしょうか。ぜひ来ていただきたい。癒されること間違いなしです。ぜひナウリゾートホテル気になったよという方は下の概要欄の方に URL を載せておくのでチェックしてみてください。今回はナウリゾートホテルさんのリニューアルされました新しいお部屋のご紹介でした。皆様最後までご覧いただきまして本当にありがとうございます。それでは私は引き続きこの部屋でゆっくりとくつろぎたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またねー。